初代ハートフォード博、エドワード・シーモアは、イングランドの貴族。父は、エドワード六世の下で、五国教を務めたサマセット公、エドワード・シーモア。母は、サー・エドワード・スタンホープの娘アン。1552年に、父が、ウォリック・ハクジョン・ダドリーラに捕らえられ処刑されると、サマセット行為をはじめ借位は没収されたが、1559年に、親切の形で、 ハートフォード博、ビーチャム男爵に助せられた。しかし、1560年にヘンリー7世の彦にあたる、キャサリン・グレーと秘密結婚したため、エリザベス1世の怒りを買い、ロンドン島へ投獄された。ただ、獄中にもかかわらず妻の下を訪れていて、1561年に、長男エドワード・シーマアが誕生。1563年に、ジナントマスが生まれている。 1568年にキャサリンが死亡すると釈放されたが、息子二人は、諸子とされ多い継承権はないものと決められた。1582年にフランセス・ハワードと再婚した際、子供たちを着手に格上げしようとして、再び捕らえられ、1598年にフランセスが亡くなり失敗に終わった。1601年にハワード死者、 トマス・ハワードの娘フランセスと三度目の結婚、フランセスとの間に子供がないまま1621年に死去した。1612年に長男エドワードに先立たれていたため、ハートフォード白衣は孫のウィリアムが継承、サマセット行為もついで復権を果たした。多い継承権を継ぐ可能性があった女性と結婚したため、エリザベス一世に警戒されたが、 ウィリアムもエドワードと同じ行動に走って危機を招いた。1610年にジェームズ一世の十枚でレノックス博、チャールズ・スチュアートの娘アラベラと秘密結婚を挙げたが、ジェームズ一世に知られてロンドン島へ投獄、アラベラ死去により1616 16年に釈放された。シーモア家は二度にわたる危機を回避したが、王家と投園にあたることから王位を受け継ぐ。 可能性があり、現存で、第六代サマセット公、チャールズ・シーモアは、シーモア家が公爵に泊まっていたことに苛立っていたと言われる。解放 P32、森 P62P64、解放 P33P95P98。ありがとうございます。